高一、ジョン、トニオ、ダリー、ラーズ。汝らの生と死は我らが語ろう。生まれ来る子らに、死にゆく戦士たちに。我らは忘れない。安らかに眠れ。じゃあ、みんな集まってるから紹介しておくよ。石油の国から来たハッサン。元船乗りのクリス。地中海料理ならお手の物、テオ。考える人、アルベルト。そしてここまで一緒に来たのは、鋼鉄の胃袋を持つ男、シャオミン。怪力のエンジニア、アレクセ。ボブ、ザ・スピーカー。最後に仕切り屋、モーリス・ベイリー。フォボスだ。なんで？いい名前じゃないの、モーリス。フォボスだってさ。まあいいや。で、俺はロスカル、よろしく。もともとは情報処理系の研究者だけど、一通りの戦闘訓練は受けている。何でもそこそこできるからすっかり便利屋だ。広く浅く中途半端なやつだ。戦闘バカよりいいよ。ようこそ UEF へ。私は指揮官のフランク・マリオン。握手だよ。手を出して。やめておこう。記憶屋が狭いのだろう。余計なことを覚える必要はない。さて、人類は残り10人になってしまった。我々が生き延び、人類が再び繁栄する未来は、想像さえ難しい状況になった。しかし、それでも、あのエイリアンどもが地球をもてあそぶことを許すわけにはいかない。よって、我々の目的は単純にして明快。エイリアンどもを殲滅することだ。今は亡き70億人の仇を討たずに、UEF が敗北することは許されない。早速だが。マリオン市長。俺たちには休息が必要です。常に敵に先んじることが重要だ。時間はない。市長、何度も言わせるな。俺たちはマシンじゃない。ふん、いいだろう。だがフォボス、お前は来てくれ。
へん。Thank you.
次の作戦でお前はおとりになってもらう。注目を集めて敵を引きつけるんだ。次の作戦？ブリュンヒルデの回収だ。お前用にモディファイされた VS トールタイプの、お前用の乗り物だ。空を飛ぶ乗り物。うん、知ってる。諸君、休息は終わりだ。計画通り次の作戦に移る。電光石火の行動でエイリアンどもを出し抜いてやるのだ。お嬢さんを除く全員はニュージャージーポータルへ向かう。了解。目的はブリュンヒルデとドラコの回収だ。了解。君はニューヨークへ行ってもらう。おとりになって敵を引きつける。その通り。しかし用心してくれ。君を失うことは我々の敗北を意味する。君はいわば人類最後の希望だ。まるで古い映画のセリフだな。最後の騎士応援だ。いや、テラクライシス、違うな、デラシネスターシップだ。行ってもいい？ああ、もちろんだ、ステラ。ステラ、聞き覚えは？ないと思う。では忘れろ。余計な情報だ。チューブの入り口はそこ。奥にバイクを用意しておいたから、それを使え。作戦の詳細は後で説明する。了解。